マモットはイギリスの蒸気機関模型を製造する玩具会社である1937年にイギリスのバーミンガムでジェフリー・マリンズによって設立された。会社名はマリンズ・モデルズに由来する。数十年にわたり首振り式エンジンを動力とする定番の商品を改良しながら製造し続ける。当初、マリンズはホビーズブランドの下で製造。 販売を始めたが、間もなく、マモットブランドで販売を開始した。最初の模型は、低知式蒸気機関だった。かなり後になって、舗装用ローラー車や、トラクションエンジン、蒸気ワゴンや他の蒸気自動車の製造を始めた。これらの模型は、玩具市場に適合するため、単純な運転と安全のために、低圧のボイラーで作動したが、忠実なスケールモデルではなかった。 大半のマモットの模型は単純だが、効率的な単動式首振りエンジンを使用する。これらのエンジンのいくつかは、蒸気の供給、または排気の加減装置を備えるが、その他の大半は、無加減式、または単純な休排気を切り替えることによる単純な逆転機構を備え、エンジンの出力、速度と回転方向を制御する。初期の模型は単一、または複数のアルコールランプ。 または、気化噴射式燃焼器を備えていたが、1970年代、半ばに加熱温度の低下と安全上の理由により、錠在状の固形燃料を使用するようになった。マモット SE4958 年式、マモット SE2969 年以降の、マモット SE3949 年式、マモット SE2 マモット、マイナーエンジン品揃えは1936年に、 ジェフリー・マリンズがダラムのホビーズ向けにエンジンの製造を始めた時に期限を有する。彼のエンジンは意味軸もジェフリー・ボーマン・ジェンキンスが1935年までホビーズ向けに生産。ボーマンとマリンズの主な違いは後者は幾分小型で台座が金属製で SE1 以外はすべて煙突がボイラーの上部にあることである。1937年からマリンズは ホビーズ向けの製品と同様に、彼独自の品揃えを生産することを決めた。電球の多いの塗装やマモットの商標等、いくつかの小規模な変更点はあるもののホビーズ向けの商品群と大差ない。マモットとホビーズの違いは表面処理である。マモットの商標は SE4 ではホビーズ色であることが見つかる。これは最初の頃であることを意味する。 第二次世界大戦の勃発によりマリンズはホビーズのデラハム工場に来て提携を終了して SE シリーズのエンジンをホビーズの商標の下で販売する最後の蒸気玩具にした。マリンズは同様に彼自身のエンジンにもまた同様に利益をもたらした。戦争が終結するまでストリートメアリーロー工場は閉鎖した。戦後1946年より 事業に復帰し、SE1、SE2、マイナー1とコードの限定された蒸気玩具が生産された。1954年の開始時 SE シリーズはすべて改良された。1958年から MM1 は新しい気化噴射式燃焼器を備え、1957年には完全新作の2機等の SE3 が発売された。再び、 ボイラーバンドと加質が更新された。これらの新旧部品の組み合わせは1950年代末の伝統的なエンジンに見受けられる。1970年代にはマリンの技術者たちの前世紀で MM1 は1970年に気化式燃焼器を備えるとともに1975年にはマイナーに水のオーバーフロー線を備え、1977年にエンジンは国内向けに 固形燃料用に変更して1978年にはオーバーフロー線の代わりにボイラーに水面系が備えられた。1970年代末よりマクリン系からの投資が考えられるが商品構成は疲弊したように見え1979年に SE は SP になった。全体的に SP 型は初期の SE 型の改良型でより安全性向上と 外観が変更された。マリンズによって設計と製造されたメック1九9 7 0年頃の製品1965年から1976年にマリンズはメカノ社の要請に応じて同社の商標で販売するための蒸気エンジンを生産した。それらはメカノの,の機種専用の設計だった。メカノの,のブランドで廃盤になった後、 同じエンジンは少し改良され後にマモットのブランドで SP3 として販売された。メカノのブランドの原型には公式の名称や機種番号はなかったが現在では一般的に MEC1 と称される。マモット SP1 定置式蒸気機関1979年頃の製品マモットマイナー1を元に SP1 が開発されて置き換えた。 SP1 は1985年に終了するまで27,500台が生産された。マモットは幅広い自走可能な模型を生産する。SR1 ローラーリベットで組み立てられているのが明らかであるマモット SR1A ローラー SR1 蒸気ローラーはマモット初の動く蒸気玩具だった。エリック・マリンズによって設計され1961年1月に発売された。 最初のローラーは交代できず全身のみだった。エンジンは改良された MM2 と完成されたアルミニウム合金製のローラーを備えた。1963年の初期の定置や定置式、エンジンシリーズのように初期の SR1 ローラーはネジ止めで組み立てられており、同様に新中性の秒で組み立てられた気化燃焼器を備えた。それらは牽引用のフックを備えなかった。 1963年から改良された燃焼機が使用された。こちらは牽引用のフックを備えたが1969年以前は牽引するための大一オープンワゴンや LB1、ホロ馬車だった。1965年からローラーも秒で組み立てられた。その結果、1960年代初期のローラーと後期の区別が容易である。1967年。 SR-1 は単純な逆転機構を備え、SR-1R になった。この機構は1965年の MEC1 メカのエンジンと似ていた。同様に、T1 も T1R になった。1968年アルミ製のローラーと車輪は、亜鉛合金であるザマックになった。現在も同じ素材が使用される。ローラーは50年以上にわたり、現在でも燃焼器や水面系を、 オーバーフロー線など小規模な改良を重ねている。その他外観上の大きな変更点は塗装や過失の細部である。初期の SR1 エンジン取り分け、ナットとボルトで組まれた製品は現在、愛好家の間で高値で取引される。あとの他のローラーの派生型は限定生産品で、塗色が異なり同様にボイラーが長いバージョンや、同様に組み立てキットがある。 マモットの最初の動く蒸気玩具は21世紀でも同様に販売が好調である。初期のロードスター1979年頃のマモット SA1 ロードスターこれは二人乗りのロードスター形式の自動車で20世紀初頭のマーサーランナバウトのようである。1976年末に発売されたこれはエドワード時代のリムジンでロールスロイスのシルバーゴーストに似ていた。灰色。 銀色の塗装だった。A マモット FE1 消防車全部にボイラーを乗せ、中央部に首振りエンジンを備えた標準的な配置だったが、後部車体は消防用のはしごを乗せていて、クランク車輪が露出していた。明るい赤に塗られ、クロームは磨かれた仕上がりで1920年代にレーランド車が製造した消防車に似ていた。典型的な戦艦機のイギリスの商用車である。 後部車体に屋根がつき後部ドアが開き運転席は屋根がなかった。新緑に塗装されたまたは深青オノだった。DV1 型を原型としてしたが後部の車体が延長され、当時の実物同様に運転席に屋根が付けられた。車輪とボンネットが赤と黒に塗られた。これは典型的なエドワード時代または戦艦機のルマン24時間レースのような 長距離レースで使用された二人乗りレーシングカーである。ロードスターやリモと同じ車台と配置で2機筒で一方、方向のみに回転するエンジンで車台の両側に、それぞれ外部に、シリンダーがある。開放式の運転席で、後部は空気力学上のスロープになる。塗装はボディが赤、または青で、フェンダーと車輪が含まれクロームボイラーとカールを備える。レース番号12である。 模型は同じ歯車でピストンは他のエンジンのもので動くマモットの商品群の中では最速である。これは操打機構を制御するために無線操縦装置を組み込むことが可能である。マモットの動く機種の中で機関を担うロンドンバスは初期のローガック X タイプのような2階建ての設計を原型とする。エドワード時代を彷彿させる。車体が赤で車輪が黒である。 蒸気ワゴンのスポーク車輪を流用する。2階部分は屋根がなく後部の乗車口にはドアがない。新緑の図書区もある。これら2機種は商業的には失敗で短期間のみ生産された。メテオは蒸気動力のボートで第二次世界大戦時の魚雷艇で約1500隻が販売された。コンカラーは電気動力式のボートでフラグラベマスターモーターを使用した。 両方とも同じ船体で、電動用は内部に単一型電池を搭載できるように再設計された。モーター自体は、スプリングベルトとプーリーを介して、電達軸で推進機を駆動する。それは、マモットにとって唯一の電動式だった。メテオの失敗に輪をかけるように蒸気板と同じ値段で約200隻販売された。両方とも百五十二年には販売終了し、 収集家の収集の対象となる。1958年から生産された、ギアボックス付きの ME1 船舶用、エンジン1958年から生産されたとても、希少なマモット ME にロス公式給油機を備える。アローという名称のエルドオレット、内部に作動す、マモット ME に蒸気機関が見えるマモット ME3965 から生産された。 マモットメテオとコンカラーボートの失敗にもかかわらず、マリンズの技術者たちは1958年に ME1 と ME2 を発売した。これらの船舶用エンジンは全長およそ24人の船舶模型に対応するようにできていた。エンジンは磨かれた、真鍮、クロームメッキと赤と緑の塗装による仕上がりだった。気化式燃焼器が熱源だった。ME1 は、 直結式エンジンでボイラーは直径1.75インだった。シリンダーの寸法は工程が0.75インでシリンダー径が五十16インチで2枚バネの直径1.25インの推進機を駆動した。ME2 は1958年に ME1 と同時期に発売された。このエンジンの寸法は ME3 と同じで縦型エンジンであるセルのエンジンを ME3 で使用したこと以外は同じである。ME3 は基本的には ME2 と似ているが、より大型の推進機を回すために、より大型のエンジンを備えるように設計された。a 1 9 8 0マモット SL2 蒸気機関車と2両の RW5 客車1979年末、マモットは、 最初のオースケールのライブスチームの鉄道模型 SL-1 機関車と貨車と軌道を発売した。模型は実在しない、狂気軌道で 16mm スケールや24インチスケールに近いマモットスティームレイルウェイとして知られ、イギリスで最初の連貨で量産されたライブスチームのセットだった。マモトは素早くオーゲージ機関の SL-2 と一番ゲージ機関。 SL-3 機関車を揃えることによって商品群を充実させ、それぞれすぐに走らせられる完成品と組み立てキットの状態で発売した。特別仕様の機関車や車両や分岐器も生産された。累計1万8000台以上の機関車が引き戸模型と同様にマモットから生産された2006年時点で2社がマモットの機関車の設計を元にして生産する。さらに、 マモットの基本設計に触発された複数の独立製造業者によって改良型が供給される。特筆すべきは、クレクスードフォージアンドファウンドリーボールドウィント、PBS ジャネットと IP エンジニアリング JN である。複数の製造会社は、同様にオリジナルのマモットの製品用の改良された部品を供給する。代表的なのはより蒸気発生量を増やせる火力の 強いメタノール噴射式燃焼器である。多数の廉価なマモット模型は現在も親しまれる。小規模な製造業者から交換用部品が供給される。中古品は廉価で入手が容易で改造のために購入する愛好家もいる。ドリームスティーム社は全ての領域の部品はマモットの原型の整備のために供給する。また IP エンジニアリングによって公式に供給される。 大半のマモットエンジンは、潤滑装置に、潤滑油を貯めて、ピストンや軸受けのような動く部品に流す。最初期の戦前の SE3、4やいくつかの船舶用エンジンでは一つだけ備える。代わりに運転に必要な箇所には、手作業で注油する。1976、77まで全てのマモット、エンジンは、 工業用アルコールを燃料として使用していたが、イギリスでは1977年以降、安全上の観点から液体燃料をガング蒸気エンジンに使用はできなくなった。マリンズは固体燃料に転換した。そのため、ペレット状の固形燃料に対応するように再設計する必要が生じた。当時、マリンズはその作業を彼自身が言った。 固体燃料は大幅に安全だったが、一方でその代償として従来の燃料と比較して発熱量が減少した。ありがとうございます。